はい、ミスタイムさん、今回もですね、プロテインのご紹介ありがとうございます。まあ、ミント味は私試したことがないんで、これから、飲む機会があるかなと思いますよね。で、一日の暮らしの中でプロテインっていうのはどうしても欠かせないんですけども、やっぱり基本となる食事が大事なのかなと思いますね。まあ、朝昼晩というか、まあ1日3食かどうかはね、まあ置いとくとして、私の場合はこの小さく5食みたいなこともね、こう意識するわけなんですよ。で、少し食べて、まあちょっと時間を置いてまたちょっと食べるみたいなね。で、一度にたくさん食べないみたいなことを心がけております。まあなんかね、たまにねお腹いっぱい食べたいなと思う時もあるんですけども、そこをちょっと抑え気味にしていくと、まあ全体的なコンディションっていうのは整いやすいのかなと思ったり、プロテインの吸収が良かったりとかしますね。ただ食事を抜いちゃうと、今度はその消化酵素が出にくくなったり、まあ、逆にその炭水化物って全く取らないのは良くないとかも聞きますんでね、体のガソリンたる炭水化物を少し補給することによって、まあ筋肉にね、こう痩せやすい体を作りながら筋肉をこうキープしていくみたいなことだったのかなと思うんですよ。まあその辺のミサイムさんの見解も今度ね、トークでお伝えいただければ幸いでございます。それでね、私ね、この生活習慣の予防のための、人間ドックですね、これ毎年あるんですけども、まあ、私も会社を経営する中でこの法人にこれが届くんですよね、うちの法人に。で、これをまた受けに行ってみようかなと思っております。まあ、最近はね、感染症のこともあって病院が結構慌ただしいんですけども、おかげさまで私の地区のご病院はですね、まあ、健康診断、人間ドック順調にやってくださるということで感謝しております。で、昨日 PCR 検査を出してきました。まあ、結果は14日ぐらいに届くらしいんですけども、何もなければ何も届かないよということでございました。ということは、連絡があったら電話らしいんですけどね、なんかあるかもしれないですね。はい、ということで健康に気をつけながら今日も頑張っていきましょう。では、ミスタイムさん、またそこのところよろしく。